frente da área não, Kaique! Joga! で準講師はこの左端に準備するもの全部並んでるから、でそこに行ったらその大人の会社の人がいるからちょっと聞きながらやって OK。 やっぱ一番はサッカーやってない時の選手の素顔じゃないけど強度が特に見せれると思うんで、そこはちょっと注目してほしいですね。続いての競技は何でしょうか。次に挑戦してもらうギネス記録は1分間でバナナ何本食べれるです。 OK、 よーいスタート。無理だけはしないでね。無理だけは。川沢選手もう1本ありましたね。ガフガフ、おっと危ない危ない危ない。じゃあ見てくださいよ。一応なんか話してたのが、はい、なんかまあちょっとテーマ持ってやりたいなっていう、でそれをなんかまあ一体感持ってやろうよっていう、はい、なんかその選手もそうだし、まあ、チームとしてもそう、サポーターとかこう巻き込んで、まあ、許される範囲でやりたい、はい、まあ、そのコロナとかの問題あるんですけど、でもやるからにはこう一緒に楽しんでほしいから、なんかできればなんかちょっと無理言ってでもお客さんはちょっと入れてほしいなっていうのは、はい、あって、今回はもう事前に選手とスタッフ、まあその活動できる選手スタッフをもうチームごとに分けて、その各種目でそのポイントつけてって優勝チーム決めるっていう、高級食材当てっていう、例えば菊池が目隠しして A が長崎県産の〇〇で B は100円の〇〇で、そしたら長崎のいいものも紹介できるだろうし、でこれで、あのラウンセブンのカステラと、そう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 、めっちゃ、ね、そうそう、それ間違えないけどね。でこう3人ぐらいが一斉にこう食べて、どっちだどっちだみたいな、マイクちょっと渡して、それはいいね。でこれでもう一個めっちゃおもろいなと思ったのが、あのラウンドガードいるじゃないですか、ボクシングとか、それを選手がこうやる。A 今 A 何々長崎県産何々で、次もう一人 B がこっち側から歩いてくるみたいな。クソはクソもうミニスカ。企画は結構考えたんですか。いつでしたっけ。企画はそうですね、まあ僕がやりたいのとかをこう4人に言って、もうこのミーティングの前に事前にもう一回打ち合わせして、どんなんやろうみたいな、テーマとかこうしようよとかっていう話はしてて、去年の感じが分かんなかったんで、まあでもなんかそのマサル君とかからは今年こんなハードル上げたら来年やりづらくなるからみたいな、まあでも思い切ってやろうよみたいな、結構みんな楽しんで企画とかいろいろ考えてるんで、いや喜んでいただけるかなとは思います。どうせやるならもうファンサポーターの皆さんが喜ぶような、いやもうそうっすよ、サッカーね、もちろんサッカーで楽しんでもらうのが一番ですけど、こういうなんか一面ってなかなか見せれないんで、せっかくならもう思い切って選手の意外な一面とか良さを最大限こう出せるようにチームも組みたいし、僕も企画したいなって思ってます。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。こちら。ちょっとさ、今日はこれから何をされる？今日は各チームの代表選手に集まってもらってデッサン会をやります。それを一応 T シャツにこうプリントしてグッズだったりとか、あとはチームのユニフォームに
したいなって考えてます。今回の僕が絶対物を負ける自信はある。考えたら負ける。確かに白もこれ塗るもん、一応見えないけどね。これ大丈夫、これ出してもいい。遅っ。見てる、ちょっと違うキャラだよ。かわいいかわいい。決められてた自分が見てた。目が座ってたじゃん。あ、もうあの人生初めての絵だからね。え、ちょっと足の色だけ見せてもらっていいですか。すいません、ありがとうございます。ソックスも履いてるよ。ソックス、うん。なんか普通の足がない。ソックスだけど、ちょっと待って、ちょっとあんま撮んないでください。てか、どっちかでドアップで撮っちゃう。ジェズス。いや、これでもマジで個性分かれると思ってる。え、これだってさ、日本によっちゃ、荒野が一番下手みたいな。いや、全然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 。ついてけばもう全部うまくいくんで、もう一番中心の後やってくれてるんで、今日は楽しみます。結構打ち合わせとかされたんですか？そうですね、結構頻繁にっていうか、まあかなりこうスケジュールとかもいろいろこう詳しくっていうか、うん、細かくやりました。どうですか、コータ先生？いや、コータの働きぶりすごいっす。お金払わないといけないぐらいやってくれてます。いつもの緊張感と全然違うんじゃないですか？全然違う。なんかあの文化祭の発表会みたいな感じの緊張感。うまくできるかなと思って。こんにちは。僕らも楽しんで、あのお客さんも楽しませられるようにちょっと頑張りましょう。お願いします。ありがとうございます。2022シーズンビファーレ長崎ファン感謝デー。会場の皆さん、 YouTube ライブをご覧の皆さん、こんにちは。いよいよ始まりました、2022シーズンビファーレ長崎ファン感謝デー。今年は僕村松光太がファン幹部長として、ファンサポーターの皆さんに日頃の感謝の気持ちを伝えるため企画を考えてきました。会場の皆さんも YouTube をご覧の皆さんも一緒に楽しみましょう。次の曲は〇〇なのはどっち、食べ当てクイズ。はい、次に当ててもらうのは長崎県産のみかんです。ではここでラウンドボーイを呼びたいと思います。ラウンドボーイ。
え、あ、川崎選手、こういうこと2階にも見えるようにちょっといいですか。いきます、よーい、スタート。いいよ、いいペースですよ。ギリギリだけ下がってないですよ。やりきりましたね。無事、なんとか無事に。いや、まあ、やっぱ始まる前は緊張したし、正直そのうまくいくかなとかスムーズにいくかなとか、その時間配分含めそこら辺の心配はめっちゃありましたけど、まあ、いろんな選手もそうだし会社の方も助けてくれたんで、いやもう本当今はホッとしてますね。本当選手も言葉いいか悪いか分かんないですけど、本当その辺にいる人たちとあんま変わんないというか、いろんな表情を見せるしいろんな感情もあって、でもやっぱ一番は笑った姿をみんなさんに届けられたらなと思ってて、でそういうのからこういろいろ企画とかも考えてたんで、まあ、そういうなんかこうサッカー以外の一面見せれたりとか、そういう思いがなんか伝わればいいなと思って。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。